ここからは武田さんの刮目のコーナーで久しぶりです、ね。まだありましたね。はい、あります。生きの、リニューアルしても生き残ってます。<笑><笑>はい、そうです。よろしくお願いします。はいよろしくどうぞ。さあ、昨日の自民党の裏金事件、三十九人の処分が決まりましたが、まだ実態解明は進んでない中での処分となりました。うん、やはり。 議員の皆ささんなななかなか納得れれてないようです、ね、それはだって基準もわからなければ、うん、事実関係がどうだったかというのも説明してないわけですから、うん、それは我々も納得いかないけども、うん、処分された議員の中でもかなり不満は溜ままってますね、うん、ご覧いただいているのが今回の裏金事件に関する処分の内容なんですけれども下から順にだんだん重くなっていきますで今回ご覧の議員がまあ処分下されたわけですけれどもこの処分の決め方というのはどのように決まるんですかあのまあ はっっきり言って簡単に言っちゃうと総裁自民党総裁ってまあ岸田さん、総理大臣ですけども、はい、総裁がこうだと思ったらそれで決めるわけですよ。<う>つまり、なんかその明確なルールがあって基準があって決めてるんじゃなくて総理の好き嫌いで決めてる部分が非常にに今回の場合は特に強かったですねじゃあ岸田さんの思惑で結構、われわれ左右されてるんだなってちょっと怖いですよねだからね、うそういう意味ではね。 処分をを受けた人は500万円以上を裏金があった人が処分を受けてそれ以下の人は処分は受けてないという基準はあるんですけどもじゃあこのまあ 何処分が重かった人たちの中で差があるのがなぜかというとそれはさっきも言ったように岸田さんがある程度恣意的に決めているそれでみんな不満に思っていると、うん、それで言いますと一番処分が重たい離島、韓国の塩野屋さんはおよそ200万円、はい、その下の西村さんはおよそ100万円、うん、もう一つ下の真ん中萩生田さんなんかはまあ2000万円ぐらいでしょうで、ねうん、だからなんだかその辺も釈然としないなという気がするんです、うん、だから萩生田さんが安倍派の中で最も付記載金額が大きいわけですよね。うん、ねなのののににこの位置いいるというのはうん、ね なななかなか納得しづらいな処分でおいてはこの今回の処分についての党の側の言い分というのはそうじゃなくて塩野谷、世耕両氏というのはその地位が高かったから責任が重いでしょと塩谷さんは安倍派の座長世耕さんは参議院の安倍派の参議院幹事長だから重いんですよというのが一応、党側の説明です。二階さんだっっってて次の選挙出ないって言ったからじゃももう何にも おとがめなしですよっていうのはおか,、うん、おかしいでしょって言ってるわけですね、はい、改めて塩野谷氏、世耕氏は、まあ、他の議員の中でも最も重い処分になったわけなんですね二人の立場を見てみますと塩野谷氏は安倍派の座長でしたで世耕氏は党の参院幹事長だったんですよねやっぱりここがその基準の一つになっていると、まあ、だから責任ある立場にいたんだから罪が重いだろうというふうに言ってるわけですね塩野、はい、谷氏見てみますとそもそも 安倍派というのは5人衆による集団指導体制だったんですね、この5人衆に塩谷氏は入っていません、うんはい、にもかかわらずこの、まあ、4人ですね4人よりも重い処分になっているわけなんですけどこれはなぜなぜんですかまあもちろん座長だからっていうのがまあ何度も言うように理由なんですけどもでも、みんな知ってるわけです塩谷さんがそんな実力がないっていうのは実は永田町ではみんな知ってるわけですけど。そうなんですかそう だってこの五人衆のほうが政治的な力は上で塩谷さんはいわば人当たりがいい人だからあんまり敵もいないから一応座長っていう真ん中に置いといたってしたらこんなことになっちゃうその当時はこんな分かんなかったからそしたら安倍さんが亡くなった後ですからねそしたらこんなことに巻き,上げ巻き込まれて塩谷さんにしてみれば俺にはそんな実,実際のトップじゃなかったなんてみんな知ってるだろうって言いたいわけですよ。だから特に納得が そう不満で、<定>今日目も記者会見を開いたということです,ないわけですよね。実は昨日登党委員会、処分を決めた委員会にです、ね、弁明書を提出されたんですその内容を見てみますとまるでスケープゴード、生贄にえであると。 うん、言っていたり、まあ、不当に重すぎる処分また岸田総裁の責任も問われるべきと主張されているんですねで先ほど会見がありまして再審査の請求を検討しているということなんですこの塩谷さんの動きは武田さんはどう見ますか私は別に塩谷さんがそういう政治的な実力がないからって言って別に擁護してるわけでも何でもなくて、うん、こうやってなってそれでしかも離党勧告つまり自民党からお前さん、クビだって言われたわけですよ。はい 自分でやめなさいって言われてんるのにこういうふうに再審査の請求を検討するとかっていうのは、まあ、往生際が悪いし、うん、はっきりして政治家として見苦しい態度ですよねそもそもでいうともうこんなお金をごまかすなんてね民間人が会社でやったそれなのにこの子に及んでね不当に重すぎる処分だなんて僕はもう全く納得いいかないですよねこういう人が、まあ、安倍派の名前だけであってもトップをやってて、うん、そして、まあ、安倍派っていうのは。 その戦後の政治でいうと2000年ぐらいから25年間ぐらい民主党政権を除いてずっと権力を握ってた、うん、その人たちっては実はこういう,なんかこう俺,の俺が悪キックバックしたけど俺は悪くないんだって言ってる人たちの集団だっていう,うに思われても仕方ない本当<ー>そ,、ね、そのイメージが強くなってしまうんですが。 また、気になるのが、この三人の議員ですね。の処分です。安倍派の松野氏、萩生田氏、そして二階派の武田氏なんですが、この三人は党の役職停止という処分になりました。うん、この、まあ、場所というのは、ですね、選挙に関するラインが、このラインになるんですね。うん、まあ選挙っていうのは、政治家にとって非常に大切なものなんですけれども、はい、それにあまり関わらない。ないそこまで影響しない。さっきの塩野屋さんでいうと、うん、塩野屋さんは。 これで公認もららえませんから自民党公認もらえないと彼は前回は比例復活の議員なんですね、はい、そうすると前回と同じ票だと塩谷さんはこれで選挙が終わったら落選ということになるわけです、うん、でそれが嫌だからそういうふうにならないように党の役職を提出してもだって別に役職なんかないんだからこの3人も関係ないじゃないですか、うん、だからじゃあなんでなったかというと松野さんと萩生田さんに関して言うと岸田さんが好きだから。 それだけでこの2人はだ,、はい、2> だって松野さんというのは岸田政権ができてから2年間官房長官でずっと支えてきたわけですよね。はい、で萩生田さんも、まあ、好きだからって言って語弊があるとすれば岸田さんは萩生田さんに対する評価が非常に高いんですよだから萩生田さんも、まあ、党の役職停止というほとんど、まあ、事実上お咎めなしみたいな処分になったわけですよね。うんまあ、昨日一旦処分が決まっったわけけですけれども自民党にとっては また次の山場がが迫っているんでですす、うん、それがこちらです4月28日に衆議院3つの選挙区で補欠選挙が予定されているんですね、長崎3区、東京15区、十穀島根1区なんですけど、うん、そのうち2つはですね自民党は独自候補の擁立を断念していますので実質、島根1区に自民党は一点集中するわけなんですよね。うん これもし自民党が落としたら武田さんどうなる参拝するってことは、うん、つまり衆議院選挙があったら岸田さんは勝てないってことですよね。三、うん、つとも負けるっていうで特に島根っていうのは保守王国と言われて、うん、例えば竹下登元総理なんかが島根県というの出てる人だし、うん、細田さんもお父さんの細田岸蔵さんっていう人からもう自民党の重鎮だったのがもし負けるとなったらばこれはやっぱり大事件になるわけですよ。うん、だから 本来はこの3つで負けたらもうこれでどうなるかっていうとこうなるはずなんです。岸田さんおろし、岸田おろしていうのがなってもう岸田さん、あんたじゃ選挙勝てないから総理大臣選挙に勝政治家っていうのは選挙に勝たなきゃ勝つのが至上命題ですから、はい、それじゃだめだってなるはずなんだけど 今の自民党の雰囲気を見ていると若手中堅のエネルギーがなくてなんか岸田さんを辞めさせてどんどん次総裁選やってっていうのが俺がやるっていう人も出てこなければ岸田さんダメだっていう人も出てこない非常に悲惨な状況になってます出てこないんですか今のところ出てこないだから参拝した後で少し動きがあるかもしれないと思ってるそれぐらいのエネルギーがなかったら本当に自民党はダメな政党になってしまいますよねまあ改めて選挙でどう結果が出るのか注目していきたいです